「トゥナイト5」さあ始まりました「トゥナイト5」この番組は吉本沖縄の芸人たちが曜日替わりで放送する番組なんですけども。 今日日月曜日担当大谷あゆみですよろしくお願いします。ということでね、まあ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 今、梅雨ということで、外が雨降ってますけどね、あのー、車運転してる方とか、お気をつけてゆっくり、で寝る前の方々はいろいろあると思いますけど、このラジオ楽しんで眠ってください。でこのラジオはですね、あのー、ツイキャスも 配信していてユーストリームも配信してますねで、メールを募集してますメール、なんでもいいです今日のメールテーマはメールアドレスが761アットマーク fmcoza.jp 761アットマーク fmcoza.jp ということでね本当にもうあのー、梅雨ですねとかあのー、ね AKB 選抜総選挙がもう始まりますね、とか。今喋ってるのは大谷歩じゃないんじゃないかな、とかね。いろいろ不自然な点があれば、どしどしメールいただいて。ということでね。その、すごいね、追決が来て、はい。そうです。もう、もう、もう、騒いでますね、皆さん。あゆみさんはと。バレてるのかな、これは。 僕が大江あゆみじゃないっていうことはバレてるんですかね。そうなんですよ。あゆみさんが、あのー、ちょっとね、あの、家からこっち FM 小座に向かったらしいんですけど、ちょっと道に迷ったということで、ちょっと遅れるということでね、僕があの、ピンでお送りするんですけどもね。どうですか皆さん。何の話しましょうかね。お ここでね、あだたろうさん、あゆみさん来るまでファイティンでーすということで、一人ですかということで、こんばんは、あれピンですかと、僕はもうツイキャスをね、ひたすら読むだけの仕事を今してるんですけども、これは、大谷あゆみさんの匂いがしてきましたよ。もしかして来たんじゃないですかこれ。映ってるのかないいですか交代しますよ。<laughs> さあそれでは、登場していただきましょう今日のパーソナリティはこちらの方です、どうぞどうも皆さん、遅れました、大八ですよ、すいません、はい、はい、皆さん、こんばんは、すいませんね、TONIGHT5 <ー>月曜日、パーソナリティは大八がお届けしております、いやちょっとね、今日遅れるということで、後輩のよもぎ太郎ちゃんにちょっと代打をお願いします、<う>ごめんね、太郎、いやいやありがとうね。 そうなんですよ。で、僕もあの、不安だっったでしょぶちゃけそうですよ。LINE したじゃないですか。どれぐらい遅れるんですかって。で、結構30分とか言うから、いや、いや、どうしようかなと思って、ここに早く入って、いろいろちょっと考えようかなと思ったて、ヘビーリスナーのモンチッチさんが、外にいまして、モンチッチさんのくだらない話を、永遠と、本番3分前まで、あの、私、 私、今日ホテルでなあのひな2016年あ<ー>今平成28年じゃないですか平成28年のところを「平成26年」って書いて<ー>他のバイトに突っ込まれたんですよー。はい。くだらない。本当に。<laughs> 十五分ぐらい十五分ありがとうございますでもちちさんありがとうございますありがとうございますねいやなぜねちょっと遅れ方遅れたかと言いますとねちょっとね素敵なゲストをお迎えしてるんですよえ今日のゲストはこの方です。はじめまして沖縄の皆さん上戸彩です出ましたー上司乗っちゃってああもう来ましたねこれはよろしくお願いします大阪の吉本から来ましたゆりやんレトリーバーと申しますよろしくお願いします ゆりやん、ね、が、はい、その営業がありましてねそこの営業場所に、はい、ちょうどね22時半終わるということで場所がねバ原町だったんですよ。原町完全にこれ無理だと <laughs> 30分で沖縄市まで無理だと思ってちょっとね。はい はい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 ごめんね急でいやいや全然大丈夫ですよ案外ちょっとしかねそうですねそう飛ばしてきましたそうですねいろいろまあまあまあうございますということでゆりあんに今日ねゲスト迎えて1時間お届けしますんでもいいのでね皆さんメッセージお待ちしていますメールアドレス761アットマーク FM コザドット JP761 アットマーク FM コザドット JP までお待ちしておりますゆりあんレトリーバーに対する質問でも何でも構いませんのでね皆さんお待ちしてます で、ありがとう嬉しいありがとうございます。いやね、あれなのよ。あの今までこのラジオいろんな先輩方呼んできましたし、あの大阪で行ったらね、森谷日和さんだったりね、クロスバー直撃さんとかね呼びましたね。今までね。あと大道芸のモンブランさんとかね、ああもう呼びまして。であと漢字の同期の馬と魚。あ、そうですね。馬ちゃん今日見てんじゃない？馬ちゃん見てるかね、ツイキャスで。あの 昨日ちょうどラインしてね馬ちゃんにあのユリアンもしかしたらツナイト出るかもって話したらあ聞こうかなみたいな返事が来てたんでねもしかしたらね。でま見てますか眉毛つながり目飛びだし。目飛び出た。まあまあまあ。モンタニ。馬ちゃんに感謝二回ぐらい出てるからね。ああそうですね。 10月と3月に来た時に出てるんでね、<ー>本人はもう準レギュラーって言い張ってますけど。2>, <ー> <laughs> 2回で2回で本当にもう調子乗っちゃって <laughs> <ー>。はい。<laughs> ありがとうございます。ということでね、今日はだからタローもごめん、一緒にね、お願いします。そうそうお願いします。ますい,ますいや、いろいろもう早速ね、やっぱゆりやんさん、<laughs> ゆみさん、タロさん、こんばんは。ありがとうございます。あ,ありがとうございます。え 沖縄七七さん、太郎ちゃんが超小さく見える、うるせえ。<laughs> 本当に違うよ、<え>これ、遠近法で遠近法。そういうことか。 <laughs> ね本当にメロンったようだありがとうございます、はい、あーさん初コメですってあれはしいですね初コメの方もいらっしゃいますねいつものあーやさんもありがとうございますリサさんこんばんはピンですかあこれさっきのね太郎がそうなんですよありがとうございますレオナちゃんもんちちさん,ん,んあやさんさあでいっちゃんさん沖縄大臣7んですねありがとうございますまだまだお待ちしてますのでねよろしくお願いしますお願いします今日ねねちょっとあにはえいつ来

あの、ライブ、あ、沖縄花月の出番できたんだよね、今回。そうなんです。4日から来させてもらって、あの、初めての沖縄花月やったんですけど、あの、初日からもう単独ライブさせていただいて。そうなの。そうですね。すごかったよね。ゆりやん来る前から結構楽しみっていう声も結構上がってましてね。そう。そして4日が単独。はい。で、5日が私とゆりやんと、その先の、え、女癖、女芸人ライブやりまして、あともう、

何でしょうね、あのなんか映画好きで、<う>映画がめっちゃ好きなんですよ、私、はい、だからアメリカに憧れてて、えー、映画ばっかり見て、真似してたんです。うん、それでさ、こうなる普通、えー、ならんよね、えー、もうスピードランニング方式です、ね。そそれそれっていうか、スピードランニングって聞くのかね、ゆりやんのこの話聞いてたら、私もスピードランニングとか、ああいうの聞いてたら、そうなるのかなと思ったら。うん

えっとはい大阪三十五期生 N.S.C 大阪三十五期で沖縄の二期生沖縄の二期生そう沖縄の二期生と同期山山木さんは何期生僕は三期生なんで山木は後輩になるよけですねそう一年はい一期先輩ですね飯行くか。

ありがとうございます。ありがとうございます。今来てくれてる方は車なんですかね。あの沖縄の人は一人一台の車。あーすごい自転車みたいなことです。あそうそう自転車みたいな。まさにそうですね。その感覚で。はい。太郎さんいい時に来たね。コウタが。どういうこと？あ今この回あこの回にあそういうことね。えそれえこれってどういうああキャスなんで。はい。もう今 ずっとこの声も全部なってますね。あ、あぶね下ネタ言いそうになった。<笑><笑>どこどのタイミングで？<laughs> そんな雰囲気もなかったです、ね。すごほらどんどん来てるよ。あ<の>あ<の>ーすごい,、ね、い,い,い,い。ありがとうござ。とうわざわざ来て笑ってすいません。ありがとう。ありがたいですね。すごいこんなラジオあるんですね。そうなのそうなの。そうな,のそうなんですよね。どれくらいやってますか？私二年目ですよね。 トゥナイトファイブ二年目ですよねそうなんですすごいこんなスタジオがあるもうすごい落ち着くのよ落ち着くで落ち着いていきようそうなのめっちゃ反応するいやありがたいです皆さんはいトゥナイトファイブ はい、トナイトファイブ月曜日パーソナリティーは大谷あゆみがお届けしております。そして、えー、今日のゲストはユリアンレトリーバーと太郎はい、山 <laughs> のタロ。はい、はいお願いします。嬉しいですね。もうなんかねメールもめ結構来てるっぽいんだよな来てます。あ,<ー>ありがたいですね。コータのは飛ばします。はい、そうですね。コータ以外、<laughs> コータ以外でいきます。コータはごめんね。はい。次、あ、えー、そうですね。 えー、あゆみさん、太郎さん、こんばんは。多分ゆりやんが来てるのを分からないで、来て,てますね。あ,<ー>ありがとうございます。ます今日は自分の誕生日でした。わ、えー,おー,ー今日で15歳になります。15歳って友達、兄弟からもプレゼントもらって、いい一日でした。そして、去年誕生日にもらったハムスターも1歳になりました。うん、久しぶりのメール、<laughs> 最後まで聞きまーす。レオナちゃんかなこれ。 レオ,レオナちゃんかなありがとうレオナちゃん,ちゃんハッピーバースデーイハッピーバースデーです、ね、ハッー,ー,ー,です、ね、あーめでたいですね。昨日、ねね、歳15歳。15歳って何やってたかな私は先生に恋してたかな ?15 歳は。は <laughs> う。憧れの。今日ちょうどその話そう。私<え>あの、あれしたいってば<に>あなたに会いたいみたいな番組の企画であるでしょあ<ー>、いや<れ>、あの、えっとね、あなたに会いたい。みたいななんかそういう。ねねね 多分、あ、そうですね。そういうのを。はい。あ、違う、ちょうど本当に十五歳の時に。はい。大好きな先生がいて。担任の先生ですか。技術の先生。エロいでしょう、なんか。エロいね。下ネタやん。いや、もう夜だから大丈夫なの。そうです。も二十三時回ってるから。はい。はい。技術の先生が好きや。好きで、なんかずっと片思いしてて。だからその先生に。なんか、急に今日営業、来館も営業だったんだけど。はい。なんか、健太君とね、同期に健太君って。 見た,かたのもじゃもじゃのひげヒゲもじゃもじゃの,あ、はい、あの胸毛がすごい健太、はい、君と一緒に今日営業だったのライカンもで,、はい、でこの社内でねそのなんかなんか分からんけどそういう恋愛みたいな話になってはい、はい、急に15歳の時のなんか話になってたまたまよ今はい、はい、びっくりしちゃったけそれで私先生が好きだったからなんか番組の企画とかであなたに会いたいみたいなやつやってくれんかねみたいなラッピーぐらいでねやってくれんかなっていう話 <laughs> え当時は何歳なんですかその先生,先生22歳っ若いすぐ 大学卒業してすぐ憧れるよねんか年はねすごい年上がかります多い全然同級生とか興味なかったから多いですよねそういう人なんならちょっといじめられてたから同級生とかマジで嫌だったしちょっと保健室が良いみたいなところだったからちょっとね私15歳の時むめちゃくちゃいじめられてました。 <laughs> ちょうど15歳ちょうど15歳同じ時期だねじゃあね、はいあのー、この感じでギャルのグループ入ろうとしてたはいはられてたんですけどもう嫌でしたね15歳って言ったらなんかテニス部のキャプテンやったんですけど <laughs> はい、はい、あのー ぶあの部費をね集めるみたいなのがあってでキャプテンやから1人105円ずつこう集めたんですよ。でもあの意地悪4人組だけ全然105円返してくれなくて、うん、であの勇気出して105円返して、うん、105円返してって言ってて、うん、でも意地悪四4人組返してくれないからねある日その意地悪4人組呼び出して。うん あの明日家まで105円あの明日明日105円持ってきてくれなければ家までもらいにほんなら次の日ね中学生だから持ってきたって返してくれるんですけど意地悪のリーダーだけ悪すぎて100円玉と5円玉じゃなくて<う> 1>, 1円玉と5円玉だけを集めて持ってきたってパシャンって返して。 だろや投げられたんですよ。でもそれ全部で百十円あったんですよ。めっちゃアホ ちょっと得した。私、女の子今ね、銀行で働いてるんですよ。えそいつはい。信用できるかやばすげえ金投げた、金を投げたやつが、そうですね。銀行員なんだ。いや、そんな15歳、どうぞ楽しんでください。楽しんでください。確かに、嫌な思いでしか言ってない。マジで、私も15歳。やばいねレオナちゃん、そんなことないよ。楽しいですよ、ジーン。ん。コウタがね、メール読んで、お願い、今回のメール重要なのって言ってますよ。コオタさんって、あの、その、え コータさんじゃない人ですよね。絶対コータわかるよユリアン。え？ユリアンのね、あの平日公演かなんかの時に多分おそらくあ平日公演か土日かどっちか忘れたんだけど、ユリアン今ネタでねあのお客さんにあの悩み事ないですかって聞いてきて、それでコータのこと当ててたの。え？メガネかけて帽子かぶってる男の男の子。 単独っすね。単独かな単独の時だと思います。コウタのことすごい当ててたよね。違う、単独じゃないいつあ単独じゃないのあ、女癖だ。あ、女癖で当ててた。女癖のネタだ。あの、なんか恋愛について聞いてくれたり恋愛に興味がない。ほら、すごい。コウタはね、見て、リスナーさん、あ、今日ね、ゆりアんが来るっていうことですごいリスナーさんがたくさん来てくれてるんですけど、全員コウタのこと知ってるっていうぐらい、コウタすごい有名人なの。すごい、あの、なんか、 なんていうんですか、ちょっとあのパッとと見ちょっとおとなしいヒコミジアな感じの方かなと思っても結構グイグイ来るタイプの人ですよねその人から毎回メールが来るんですかメール来るんだよ読めって言われたんでちょっと読もうかなえ読んでいいのそんなそんな簡単に読んでいいんです嫌がらせメールがほぼ全然重要なメールじゃないじゃない飛ばしますすごい、待って、モーターさんの名前が えっと、松村かおりをしこうでです。SKE の、SKE の松村かおりさんをし<う>なんか SKE のなんか、 なんかあのランキング書いてるだけやん。何が重要やね。ほらほら。ほらもう嫌われたなこう。もういいよ別のメール読みます。いやスキーコータさん。いコータはいじられられてるからいつも私コータ来たらあじゃあコータの飛ばしてって言っていつも飛ば飛ばすからね。もうお約束。飛んで下に質問あるな。そうですねコータもそれ待ちみたいなところね。なんかあの。 遠回しな人やな <laughs>。<laughs> どういうこと？<laughs> えー、あこれはえー、読もうかな。お。え十二日に一期一会ライブを控えてるあゆみさん。お。え頑張ったよもぎの太郎さん。はい、こんこんばんかあこれこんばんかこれはモンチッチさんの匂いがしますな。<ー>こんばんか。どうします？ーコウタの枠に入れますモンチッチさん。やばいな。そばの溝にはまっちゃったってそれ。 ガータやロガがはいどうも沖縄市の小人ぞこのなんか沖縄モンチチアいびん今日来てますねありがとうございますあモンチチさんねえモンチチさんいつもそういうねこういうなんか,なんか親やギャグみたいなのもどんどんそして沖縄にいらっしゃいゆりやんさんはじめましても <laughs> 昨日はピチピチな女子女子えピチピチな女子なライド,ライドライブ見てきたよ どういういことですかこれピチピチなライブ,ライブかなライブを見てきたよってことかなえその名も女癖ライブマシュマロ女子な川合あゆみさんとゆりやんさんえ美人とキュートのコンビ鈴崎の最強なえ最強もう読めない書き直し <laughs> もう読めない書き直しのコラボモンチーは鼻の下 3m 伸びきってましたで面白さにあ崩壊しかけたよ、うん、コーナーでの風船、えー、ば風船バッカルコーンでも、えー、真顔で、うん 耐えろはすごい迫力だった耳押さえてたのにビビる大木さんでしたもうここでもねどんどんぶっこんできますねありがとうございます、ね、え目の前でゆりアんさんを堪能してたこうたくんがうれいましてここでこうたが出てくるんだ <laughs>、えー、次手を挙げようと思ったら舞台に戻っちゃったのよねえ最高に楽しい女子会のライブでしたそして質問もう全然内容が入ってきません <laughs> 今までに <laughs> 封印したネタとかあったら話せる範囲で教えてください。あなるほどそしてゆりやんさん、沖縄に来て思ったことがあれば教えてください。最後あラジオ最後まで千葉りよーい。ということで、か月の宣伝もありますね。えま,そえー、とまず、えー、私も気になるな、これあこの質問の前に私一つ、一つ先に質問したいのがありましてゆりやんレトリーバーの芸名のまず由来を言ってからこの質問に。あうん、ユリレトーーバ私 吉田ゆりなんですよ、本名が。名がはい。うん、で、ゆりやんってずっと呼ばれてて、ゆりやんにするか、当時、あの、自分の、あのー、中で流行ってた、はい、あの、ゴールデンレトリーバーがいたんですけど、ゴールデンレトリーバーにするか、ゆりやんにするか迷ってて、うん、あのー、でも、 なんとなく停滅するときに混ぜたら、うん、ユリアンレトリーバーになったんです<ー>、はい、でもだからもうちょっとで私ゴールデンレトリーバーにして,て <laughs> あのゴールデンって呼ばれてたんですずっと<ー>ことやったんですもう正解ですよユリアンレトリーバーでわけわからないですけどねでもなんかね最初パッとユリアンレトリーバーって聞いたときに、はい すぐ犬の方かなって思っちゃったでもそう犬犬でいたでしょあのずっとなんでユリアレトリーバーなのって言われてあの親が犬なのでって言ってたんですけどあの意味わからんからもうやめたんです犬ちゃうしまあそうですねはいいやなるほどそうそれを聞けてよかったわでそしてあのなんだっけ今まで封印したネタでもし話せる範囲でこれ気になるね確かに教えてくださいあるわうん。 あります、私。<う>なんかね、あの、<laughs> なんかね、舞台の、これ、うん、あの、舞台の端と端に、わかりますかねなんか、これぐらいの棒を、うん、あの、小さい棒はい、長い棒を、長い棒端と端に届くぐらいの長い棒を、えっと、 この胸のとこらへんとこの足の付根のとこらへんの高さおっぱいと下を隠す的な感じの長さの棒を舞台につけてほんで時々ちょっと外れてるとこを作ってねであのイライラ棒ってあったじゃないですか触ったら電源ビリビリくるやつそれみたいな感じで全裸になってそこをこうあの見えないようにこう。 あの端から端まで渡られるかみたいな、はい、でもしちょっとでも見えたら電気消えて終わりっていうやつをしようと思ってたんですけどそれこそ,その安村さんが全然その裸あのあ<ー>やつほんまあ、やられる前なんですけどそれやろうとしたら当時の支配人に「そんな下品な劇場ではなりません」って言ってできなくなっちゃった。ね <laughs> はい、いやでも,もう <laughs> 安村さんがいるからねでもね安村さんはでもちゃんとパンツ履いてるじゃないですかまで全裸でやろうとしたのやばそれは見えますよこれはまずい絶対誰かは見えてますね角度的にそういうとこあるよねだからすごいと思うマジでファイターマジでいえだからやめましたなるほどはい面白い お蔵入り。はい。やること一切やることなくやることなく終わりました。いやこれ皆さん京都ないと聞いた人たちしかわからない情報ですよ。よかったですね。いつかやるときがまたあるかもしれない。あるか。えそしてゆりやんさん沖縄に来て思ったことがあれば。沖縄に来て思ったことは熱い。 ああ確かに。はい、もう今、梅雨入ってるし。はいね、そうですね。梅雨でムシムシしてますね。ちょっ,、はい、っとクーラーガンガンだもんね、うん。そうですね。全然私たちまだクーラー入れるような時期じゃないんですけど、うん、でも、6月4日に来たんで、もしかしたら4、5、6の間でもうめっちゃ大阪が暑くなってるかもしれないんですけどね。はいはいはい、はいうん。でも、いや、ほんまに暑いですね。沖縄めちゃくちゃ暑い。でも、梅雨明けたらもっと暑いから。で、そうなんですか。でもね、 あれなのよ、あのー、沖縄って海に囲まれてるから、はい、風があるわけは<ー>風がある分内地の方があ内地ってあの沖縄以外の、はい、内地の方が、はい、暑いと思うねどう思うみんなねだよねだから逆に冬は,はい沖縄って冬冬寒くないでしょってみんな言うわけ内地の人、はい、ああにいやいや風あるからめっちゃ体感温度めっちゃ寒いよね冬ねあそうなんですかそうなの冬寒いの意外と冬ないと思ってましたでしょはい だから、結局、冬ね、半袖とさ、なんか短パンとか草履とかで歩いてる人、絶対観光客と思うもん、私いや、そうですね。そうですよね。そう。それしか持ってきてないんですよ。本当に。あ、舐めてんなと思うね。マジそれが来たばっかりの米兵か、どっちかですよね。確かにそうかもしれない。何でね、こうたと質問がね、もう一つ、いっちゃんさん、メール、質問内容が一緒なので、ちょっとね、まとめていきたいと思います。はい。えっとね、いっちゃんさん。 あゆみさんゆりやんさん太郎さんこんばんはこんばんは沖縄は梅雨入りしましたね私は雨の日にドライブに行きたくなります三人は雨の日にやりたいこととかありますかコータもなんかそういう感じの内容だったかな確かねそうなんすか梅雨の時期にやりたいことは何ですかね全く被ります。めっちゃ短いなそして質問しかも重要なのって全然そうでもないし正直そこが重要誰でもいいわそんな梅雨の日ね 私は映画館に行きたいですあ、映画好きって言ってたもんね<ー>、はい、映画館映画館に行ってポップコーン食べながら映画見るのが好きで、うん、あのー、ほんまに楽しいんですよあの、うん ほんまにね、あのー、この前映画見に行った時、うん、ポップコーンとコーラをいつのように膝の上に置いてたんですけど、うん、めっちゃ迫力ある映画見て、うん、あのわーってなった時乗ってること忘れて膝全部伸ばして<え>あのポップコーンとあのコーラ全部落ち,落ちたんです超迷惑な客 <laughs> しかもその,その後あのどうしようって思っててあの逃げた <laughs> 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 ちなみに一人 一人。わお、目立つ目立つ。すぐいわかる。暗い時一応。暗い時ですね。ちゃんと言いましたよ。あの終わってからあのすいません。なんなんか全然大丈夫ですよって言って、後でやっときますんでって言ってくれたんですけど、あのエンドロール始まって時に逃げて、逃げ逃げてあの店員さんに言いましたちゃんと。すいませんってはい。 いやそう僕ありますよねそういういの僕も最近映画見に行ったんですけど映画ちょっと始まる前の話なんですけど始まる前に僕の斜めに親子が育てたんですよ。でその男の子小学生ぐらいの男の子の方がポップコーンを持ってたんですけどそれを思いっきりガーンって下にバーってこぼしてでお母さんが「あんただから行ったでしょ」と。 ちゃんと戻らないとこう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 こバーバーってやってる間に映画始まりよったんですよ、ねはあ、その後だからどうなったか分かんないですけどすごい楽しくないな楽しくない周りも楽しくない <laughs> 怒られてそう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 ,そう、えー、しんみりした状態で始まりましたけどねなんか映画館ってポップコーン私あれなの映画苦手でえな、ー、ん、はい、でですか寝ちゃうあ映画館は好きなんだか,だから映画館は好きだけ映画館の匂いとか このポップコーンの感じとかは大好きで、はい、行くけどなんかあんまり今までた見た映画は分からん正直、えーね、最近見た映画もうそ本当に今日すごいなんかいろんな奇跡が起こってんだけど今日健太君とやっぱ営業が一緒で車の中ではい、はい、そろそろささっきの行った15歳の時のこの恋愛の話と映画の話にもらったのたまたま、えー、私映画全然見なくてさっつって。 最後に見たいが何って言われても思い出せないけど、もしかしたらアバターかもってきちゃった。何年前って。なんか古い。そう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 。それぐらい私映画ね。映画は好きなんだけどな。なんか、なんだろうな。あれだろ、デートでは絶対映画は行きたくないタイプ派で。えぇなんでかっつったら、2時間、黙ってる時間が無駄って思っちゃう二2時間喋りたいわけ好きな人と。 え喋りたえ喋りたいんですけど、うん、あのあびっくりしないでくださいね、うん、私あの誰とも付き合ったことないですけどいやびっくりしないわ <laughs> いい <laughs> あいやびっくりしない大体もうもう想像つくから邪魔マシでね、はい、あのねあのー、私は映画見た一緒に見たいですなんかあの 近くに入れるし、なんか喋んるの緊張するじゃないですか、全員だったで、あの、でもそれを絶対、あの、綺麗な人出てる映画見たくなくて、出た時に、めっちゃ映画って入り込むじゃないですか、入った時に、ああ、麗こんな、なんか、そういうの素敵やなとか思ってたと電気ついて、パッと横見て、私やったらめっちゃ嫌やろうなと思うから、なんかちゃんと男ばっかり出てる、マフィアの映画とかみたいです。 あのカ,ンフーカンフー映画とかも OK えーもう女があんま出てこない,やつがい,いですから、ね、<laughs> SF とかそれはちょっと難しいんじゃないですかねやっぱりなかなか <laughs> いやでもマジで私映画は映画デート行くんだったら映画はこの気まずい人と行く私だから気まあーデートに誘われたとします<ー>誘われないけど、ね、なデートに行くとしたらはい、はい この,この人とだったら喋れないな話続かないなって思う人だったら映画誘うかな喋、うんはい、られないでいいっていうことですからね、うんうんうん、全然喋らないでいいから確かにその後のね感想で話盛り上がっていやでも話すことはできますもんねうんそうそうそう,う私もうすんごい喋りたいのよもうず,っとずっとしゃべっていて好きな人とは確かにそうそうそう。<laughs> <laughs> 好きなんだね。<laughs> さあさあ可愛い,いでしょユリア。結構恋バ大好きなんだよ。<laughs> うん、あそうなんですか。ユリア声場大好き、えー、もうちょい聞きたいですね。<laughs> い,やい,やいやいや。モテないやろ。<laughs> <laughs> なんか腹立つんですよね、ま<ー>。初めて会ったんですけど。<laughs> そうですね。多分ごめんなさいね嫌いとかじゃないんですけど。<laughs> はい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 。

っていうことですよねおそらく僕はそんなこと思わないですけど多分この人が言いたいのはそういうことですねでもあのあれじゃないですかなんか柴崎浩さんとかあ着信ありはい私着信ありを見ましたよどうでしたファイナルも全部見ました私着信あり一番一の方が怖くないあれどんどん着信あり見てないえなんでなんで映画あホラーは苦手いやもう私は映画好きなんですけど浅く狭くしか見てないんで

私がね、若い頃はそんなに携帯が普及してなくてね <laughs> リアリティがなかったんだけど <laughs> ああそういうことか今普通じゃんみんな1台、まあ、2台持ってる人もいるけど今見たら怖いなと思うかも私自分の身に起こる危険性があるよ、ね、かもしれないっていうねでも昔着信ありの時ってあれパカパカでしょそうですそうですなんか今で、ね、出てちゃうじゃないですかえ全部スリーまでパカパカなのかなもう覚えてない,いや、スマホだって だともういファイナルは違うかなあー、そうですまずファイナルまで出てることはファイナルまで出てるのよそう、あの堀北真希さんが主演の結婚して山本真希さん流れた山本真美山本真美さん山本真美さんは違いない完全にも先輩というかもねすいません、すいません優勝した人のこと言っちゃいます。すいません、はい作品アリアは見た方がいいよ、見た方がいいというかめっちゃ怖いよ 好きな人とやったら見れますけど <laughs> あ。キャーってどうせね、そう、キャーってできるからででそ,、ね、そ,そ,そう、私で思い出した、あの好きな人がいるんですけど、<laughs> あのーうん、あのー、ね、その人に、うんうん、ちょっと名前言われへん、名前言わんか。うん 好きな人がいるのね。あ、か。うん。あの、らの山田さん。めちゃめっちゃいっつあの、めっちゃ好きで。で、あのね、去年の夏にね、お化け屋敷連れて行ってもらったんです。お願いして。ほんで、二人で。行ったはい、行ったんです。あのね、大阪にあるコワイっていう、あの、お化け屋敷で。で、そこね、あの、指になんかこう、メーターみたいなのつけていくんですよ。スタートの時に。 どれぐらいドキドキするかっていうのを分かるやつあしそうちらでもそろそろ始めますおでそれつけたらドキドキでどんだけ怖がってたかわ分かるんですけど私そ好きな人と一緒に行って「ワイ行ってください」とか言ってほんでずっと「怖い」とかやってて終わってから見たらねその好きな人は結構怖がったんですけど私全然怖がって。 怖がり度、もうほぼゼロぐらいやったんですよ。ゆりやん得意なのいえ、私、その好きな人といる方が嬉しかったから。あ、そっちがっ全然怖くなくて。えー、なんか、それ行った人に聞いたらね <laughs>、うん、あれほんまに怖いから、家帰った時とか、うん、そのこと思い出して寝られへんぐらい怖いって言うんですよ。古いね、日本の古い家の中入っていくやつやったんですけど、全然思い出せなくて、私。あやっぱもう 好きっていう気持ちの上まわっちゃったんだね。うそう好きな人の匂いだけが思い出す。夜帰った時、そのその時のお化け屋敷の。もうんなんかめっちゃいいな。怖いでしょめっちゃいいっすね。めっちゃいいな。そうそうそうそんな恋してる。そんなのありましたね。懐かしい,い,い,いもう一年経つけどうれしいな。<laughs> 恋してるね。誰が言ってるんだろうね。<laughs> がっん,うね <laughs> んえあ何ですか。<laughs> <laughs> あのねの私ねほんまにねあのすいませんあの何年何何年何年後輩かとか <laughs> <laughs> 私そんな中先輩だからとかで先輩っていうことなんもしてないんですけどもちろんはい、はい、私みたいなもんが、はい、でもあのなんかねめちゃくちゃ腹立つな <laughs> 本当に申し訳ないですけど。<laughs> <laughs> すいません本当にいや面白い僕もそういうつもりじゃないんですけど <laughs> そうそうそう好きなのかもしれないですね逆にね逆にねないないない <laughs> 嫌い嫌いも好きのうちってそうですね <laughs> もしかしたらですけどい<や>はいちょっと はいということで、もう喧嘩をやめましょはい。はい、やめましたということで、なんかどんどんリスナーさん増えてきて、あ、許可な、感断してくださる人方がね、すごい。多いですね。多いですね。五万人ぐらいのお客さん。本当にも手垢もいっぱいついてね。怖いでもみんなも押さないでも怪我するから。割れるから。ガラスが。大丈夫、終わったらちゃんとあの話もするからね。大丈夫、大丈夫、大丈夫だからもう大丈夫ですよ。はい。閲覧12人。 みんな来てるんですねみんな来てるっていうみんなも生が好きなんでねこの人初めてかもショーンさんショーン K ショーン K さんそれは本物ショーン K さんってあのあれでしょあの学歴とかいろいろ違うこと言っておられた方ですよねでまクビみたいな形になった人ですね いや絶対本はないいと思いますあびん,、はい、な,な,んなんだろうかなと思ってえお化け屋敷は昔からカップルで入らないとつまらない場所そんなことないよそんなことないですよあのね、うん、今ね国際通りの沖縄か月の隣におもろお化け屋敷っていうのがあるんですけれどもねそこのお化け屋敷は別にあのカップルで入らなくても、うん、一人で入っても楽しめるお化け屋敷となっておりますのではい、はい、ぜひ遊びに来てくださいでもカップルで行った方が絶対楽しい <laughs> <laughs> まあ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 、そうですねいろんな楽しみ方が好きな人とかできないんだけどどうしたらいいのかできないですかね不思議だななんでかな、ね、うらやましだからゆりやんの話聞いてたらすんごいうらやましいそうですよね、うん、確かにあ,<ー>あの純粋に恋をしてる感じがはい昔はいたよ昔はえ昔はいたんだけどなんか、はい、なんかやっぱゆりやんみたいに長続きしないこのゆりやんだって1年もう カレこれ、はいもうずっと好きですもん<ー>ずっと好きでしょはい、はい、私多分三ヶ月ぐらいで冷める,冷めるっていうか <laughs> <ー>気づいてしまうわけあ自分違うんだなってこの好きは多分その好きじゃない<ー>ラブじゃない方の好きなのかなって思っちゃうの。私も言えないんですけどねあの先輩のことが好きだった時期がありましてね<ー>プラスマイナスの金光さんなんですけどねオー, <laughs> ーマイガー、はい、めちゃくちゃ好きだったんですけど <laughs> はい、はい なんかねやっぱ3か月ぐらいでちょっとあこれ多分先輩として好きなのかな男<ー>と,としてじゃなくてなんかあれちょって違うのかなみたいな<ー>、うん、感じえ他の人を好きになったことないんですかその りますよあ、でも一人好きになったらもうその人はそうじゃないほ本当にそういうところが尊敬するマジでじゃあ逆に気になるのはどのタイミングで嫌いになるのかっていうか嫌いにはならないでしょ嫌いにはならない冷めるんでしょただいなんか違う好きな人ができた時ああそれを上回る上回った場合ってことかはいい好きなタイプの人るえマジでタイプとタイプとあれ違うじゃん実際に。はい あの芸能人とかで言うとみたいなタイプははい芸能人とかもあんま好きにならないですねあ本当に見た目とかよなんかあんまり好きに芸人でもよ別にあそんなのない見た目か好きな人が好きだから調子乗っちゃった いいや私はるのよずっと思ってるずっっと思てるもうこれみんな知ってるみんなも知ってる人もうずっと言い続けてるから私はねもう中学生と結婚したいもう中さんもう中さん大好きマジで大好き言ってるんですかもう多分本人も知ってると思ってて私がずっと好き好き言ってるって若干引いてるはは来るたんびにね 大谷ちゃん、あ、あゆみ氏はねすごいねずズーズしいよねみたいなすんごいん、ね結構ね、そんなこと言うんですね結構ねそんなこと言うんすごいのよえー、圧力がすごいんだよね <laughs>、えー、あ、惹かれてると思って、ね、でももうそれでも、あ、もう全然でももちゅー中さんが本当はタイプもちゅーさんがすごいタイプなの、見た目もなんで性格もはい、はい、全部、全部もう好きなんだけど当て,てんですね それをずっとね金光さんに言い続けてたらちょっと金光さんのことが好きになったかもっていう錯覚を起こしたっていう時期。なんかでも好きって錯覚らしいですからね。まだ錯覚だと思うだからあ今はだから好きな人いないんだから。錯覚ですよ <多分 S 2> だから太郎さんの,あのえこいつのことを <laughs> <laughs> あのこいつのことを好きなんかなかもって思ったら。うん ちょっ思ってください一回思っ今う嘘でもいいからちょっとい <laughs> 一回じゃ、ね、言って口に出したらまた好きになるんでああの、ね、好,きな好きかもって思ってる人のことを友達に言ったら、うん、ほんまに好きになっちゃってドキドキするみたいなのあるじゃないですか一回でいいか一回ちょっと言ってください口に出してお願いう、えー、嘘でいいで、ね、錯覚だからなんかドキドキ太郎が好きですちょっともう一回太郎が好きです、まあ、違う違うもうちょっと目見て。 <え>太郎が好きですそれか私に言ってください太郎が好きかもみたいな太郎好きかもあのなんか恋話してるみたいな友達みたいな感じ言ってますお願いお願いちょっと最近気になる人がいてえそうちょっといいのかなやっぱの同じ事務所でさ<え>ちょっとちょっとやっぱ後輩っていうのもあってえ怖いちょっといいちょっとはい はい、あの太郎なんだけどうどういうとこがやっぱ細いし<ー>自分にないものを持ってるって、うん、い,いうか、はい、細いなるほど好き好きでですね好きかもなるほどねほらね太郎さんのこと こ,いつのこと好きになったらいいのよ。で言い直す, <laughs> い直す全然ならない。<laughs> <ょ>どうしましょう。どうしましょう。相手が悪かったから。<laughs> いや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 その法則っす。いやでもマジで錯覚ってあると思うあるあるありますよ。私ずっとねもう中さんなんで好きかっつったら、まあ、ちょっと見た目もドストライクなの正直、はいあ。ちょっと猫背なところはあんまりなんだけど。ん<ー>なんかやっぱ 私が背がね、149センチなのああミニモニやだからそう、私、嘘高校の時ミニモニって呼ばれてたうーっはははははうるせはかやな、身長だけでそ,うそれで、やっぱ理想は背が高い人はい、ああ高い人で、ちょっとなんかガチンしてる人よりはシュッとなんかほちょっとだけ細、細細マッチョっていうのあんまりムキムキはあんま好きじゃなくて、うんはい、体型もなんかもうドストライクなの、もうちさうんはいはいはいで 温和な感じ、うん、優しい人がやっぱいいから。はい、でたまたまレッドカーペット当時流行ってたからレッドカーペット、はい、パッてテレビ見つけてみて。

あ、山田さんの私は錯覚とかじゃない私は錯覚じゃないです。ええどういうところどういうところが？はい、イえフン。わ、なるほどね。可愛い。そういうふうにあの言う言うのはちょっとね、そうね。言うなおよし、そう言うなおやめ。太郎だしね。わ、チャキさんコメント来たよ。はい。私のドストライクはイレイ・シュンです。わ、わ。誰それ？ <誰>あのいれシュンっていうのはあのいれシュンこいつの相方です<の>えっ嫌でしょ相方のことすごいタイプですうわーやめた方がいいよ <laughs> なんでよいいさ応援してくれてるんだからいい部屋めっちゃ汚いし <laughs> いやいやいやもうそんなん関係ない好きになったら部屋が汚いってことどうでもいいの1週間前の食器とか平気で作るう あいしょうが。こちら部屋いから <laughs> 今日来る時きにその話になった。ああそうなん、ね、めちゃくちゃもうさ女子も入れたくないぐらいの汚なさ。ね。汚<ー>い本当に。いややばあやさんイレイさんよりタローさんです。ちょっといいですか。はいはい。<laughs> バレキついで。<laughs> <laughs> いやいやいやいいことじゃないですか。ありがとうございます。いや広太から。 僕はツーシームの金城さんとカシスオレンジの二人です可愛い,い。全然関係ねえしマジで。<laughs> もうゲイヤしマジで。もうコタ本当に。どっから出てきたいや。やとか今日すごいですねイ <あっ S 1> リアン効果すごいす,、ね、すごいイケメンがめちゃ来てくれた。ありがとうございます。いや本当に君たち月毎週月曜日着なさいよ本当に来なさいよ今日だけじゃなくてさ、うん、普段から来てよ。若いねイケメンですね。いくつ？二十四。 24歳、24小座の人、沖縄市、地元、えー、え今、たまたまここ通ったらってことそれともゆりやんって知っててきたってことすごい。酒飲んで、聞こえる、ちょっと聞こえる、大きく、うん、酒飲んでて、たまたま歩いてきたら、ゆりやんがいるぞっていうことで来たってことね。 お前らマジ毎週来いやお前らあ、ま、ったくやー。ちょっとなんかゲ、ね、やム。こしそうな人らやな。<laughs> はい、ということでね。ここでね、メール届いてまーす。おっおまさかまさかのまさかカシスオレンジ中本くん <laughs> お疲れ様です。トンデミーナー。トンデミーナ出です。たねデです。後輩です。我々、我々も3期生のよもぎちゃんそうそうそう。僕の雑器の。はい。雑器の。はい。うわ、こんなね、先輩のラジオにメール送るような子じゃないよ、こいつ。えまあそうです。嬉しい。とっても嬉しい。すごい。すごい嬉しい。すごい先輩のラジオに。 超嬉しいでももっとな内容のあるメールを送ってほしかったな。<laughs> ね、こんななんめてるとしか思われないですよ <laughs> 先輩のラジオに、うんあの。お疲れ様ですとギャグだけって <laughs> <laughs> 怒られますよ。 中本だから許せるな。そうですそういう人柄人柄の問題ですね。はいはい。みんな帰る。ありがとうね。また来てね。またね。来週ね。またありがとう。ありがとうございます。今日嬉しいですね。イケメンなしではないな。嬉しいですね。はい、中本嬉しいマジで。マイなんかほらだから可愛いの中本さん。中本会ったことない今だ。えっと私ね会ったらわかるかも。そっか沖縄 なんだかんだ一回目だもんね。はい、結構ね沖縄か月いろんな先輩とかが来てて。そうですね。そう今までで芸歴最年最年長じゃない。八六も来てますよね。でもでだああそって中村ま八六はかか後輩で一つ一つ下になそうだそうだそうだ。で八六でも八六は土日とかしか来ないからあんまり沖縄若手芸人と。 絡まなないよね機、ね、機会会がが交流するくて今回はゆりやんは平日公演も今日と明日も出るんだよねだからやっぱ沖縄芸人と、まあ、スペシャルコメディって言って今沖縄、えー、本公演の後にねちっちゃい新喜劇みたいな沖縄芸人がやってるコメディスペシャルコメディっていうのがあるんですけどそれに若手芸人がいっぱい出てるんでやっぱ楽屋とか一緒なのよそれで顔を合わせたりとかするよね。めっっちゃ仲良くしててもらって あのいろいろ言いましたけどよろしくお願いいえいえもうそちらこそお願いします急にいやありがたいっす愛情だね愛情はいはいはいありがとうございます覚えてる印象に残ってる後輩後輩っていうかいる芸人うんと私はお芸人はいえっとね初恋クラクラマニョンさんとあとはヤースさんとあとはアリンクリンとえー えーとあとえー、バーバリアン先駆けバーバリアンめっちゃ覚えてるとあとはえーとえー、そうですねあとはあゆみさんでしょ、うん、であとはえー、でもすごあとお前 <laughs> あよかったじゃんお前覚えられたお前,お前覚えるお前今日いなかった多分覚えていそうですよねもうラッキー挨拶ぐらいしかしてないですから4日でしょ来たのはい あとボンジュールのああボンジュールあの大阪芸人ですねはいはいはいいやすげえ結構見えこの短期間で沖縄芸人の名めっちゃ覚えてるおいて仲良くしてもらってるんです意外と何が意外って初恋クロマニヨンが一番有名クロマニヨンさんはあのねまあ営業も今日一緒やったんですけどはいあとはねあのねクラブの営業があった時にエピカはい 一緒に来てもらったそう私ね初恋クロマニオンのケンゴと仲いいんだけど、はい、ケンゴがね、はい、このエピカのことをツイッターで上げてたの、はい、すごいエピ,エピカ盛り上がってるよみたいな感じでつぶやいててあそういえば今日昨日だよね、はい、であ今日そういえばエピカユリアン行くって言ってたなと思って、うん、ケンゴに、はいあの「ユリアン今日エピカだから盛り上げてケンゴ」みたいな感じで送ったら、はい あの子すんごい踊るね、わら、みたいな感じで。で、ゆりやの写真と一緒に送られてきたずっと踊ってました。<laughs> エピカで。はい、どうだった, <laughs> だった楽しかったですよ、ね。最初、やっぱ行く前怖いと思,思って、言ってたじゃん、だって。そうそう、怖い、ね、怖いと思ってて、でなんか、あのね、私、ほんまにあの、 両親の親厳しかったんでそんななんかクラブ行って今日朝まで帰らへんでみたいななかったんですよだからあのクラブにそんな行った経験がなかったんでそこまで行ったらすごい踊っててみんなでなんか一人女の人がこうやって来て「ゆりやんちゃん!」って来てるんですよ耳もうめっちゃでっかい音やから周りが「ゆりやんちゃーん!」って耳ってとこ来てるから「声でかいで!」ってう。 <laughs> 言ったんです、私。<laughs> <laughs> 耳が痛かった。からそ,そ,その女に <laughs>、はい。声でかいでって言ったんです。ね。<laughs> <laughs> なんか、お酒、お酒飲まへんのーって言われて、<laughs> な乾杯しようやって言われたんですけど、うん、なんか、もう、もう絶対、 っあかん人やと思でもそれをなんか一緒にいてた社員さんに聞いたら「あクラブってそういうところやで」ってやっと「うるさいからはい。元の音がうるさいからね申し訳ないなと思って「うるさいね」とか言って申し訳なかったなと思ってちょっとなんかほなんほわっとしてる感じなのにねちょっと尖ってる感じのキャラっぽく思われたかもねじゃあその女の人ずっと笑ってたし酔っ払ってるから分かってなかったか。 でも私もすごい苦手なのクラブ。あ、僕もダメですねクラブは。オッケーです。じゃあ一旦また CM 挟んで。あ、もうやば。早。こんな時間なんですね。ええ。じゃあ CM 挟んでエンディングですね。十一時五十三。朝の？十一時五十三。これで十一時。うん。夜夜。な、今なんで今朝っですか？あ、あと今に朝になったんかと。いやまさか。まさか。 何時までですか？ええ、もう終わりです。あ、十二時まで。十二時までで。早い。あっという間に。うわ、めっちゃ早い。うわ。告知ある？もしあれば。えっと、ないです。あの明日の平日公演の告知ぐらいかな。満席とかぐらいか。満席に来てくださいぐらいででも内地の人とかも聞いてたりするから一応。 じゃお願いしますそれをはいすいませんあと1時間やってほしいって嬉しいですねあーやりたいですねあれこれいつも初める菅谷正和さんおうゆりやん菅谷さん嬉しい初見さんかな嬉しい っぽいもの何か食べましたか？あ、食べ食べました沖縄っぽいもの。何食べた？タコスと沖縄そば。でもタコスほんまに美味しい大好き。本当なんか今日本当金タコ行きたかったんだけど。行きたい。金タコが閉まったの12時までで持ち帰り専門店なんだから。あ、そうですか。またお願いします。絶対連れて、く行きたいタコス食べたい。タコスの方ですか？タコライスよ。タコライス。あ、そうそうタコライス。タコライスのはい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 。 なるほどなるほどいやいやはや、マジあっという間あっという間ですねなんかいつもより早い感じがするそうですねなんだろうか雷鳴ってるっんですかね、えー怖いなフィーシャージル食べましたかってフビ<て>ーシャージェル Tonight 5 はい、エンディングです。あっという間の1時間でしたけれども。ごめんね。どうでしたか楽しかったです。はい。また、なんかね、沖縄来た時また出てほしいよね、定期的にお願いします。当に。いや、もうあっという間、あと、もう、すくすくしか時間ないんだけども。え、告知。え、明日、平日公演。はい。え、沖縄か月14時から、午後2時ですね、14時から、平日公演ありまして、ゆりやんも、ネタで。あっ。明日は貸し切り公演ではないですかそういえば。あれだ。 貸し切り公園なんだ、うわじゃあゆりやんのネタ見たいっていう人がじゃあもう見れないんだって貸し切り公園だからぜひね、あの大阪に遊びに来てください、皆さん。はふ、い、普段どういうところで活動してるかじゃあ。普段はモデル事務所であの働いてますん、ね、で <laughs> すね調子乗っちゃって <Okay>。<laughs> あのね あの普段は吉本漫才劇場大阪難波にありますので、うん、また来てください。はい、皆さんお待ちしてます。いますということで、本日のゲスト、ゆりやんなんですけども、はい、えこのラジオはですね、毎日月から金まで、吉本の若手芸人が放送しております。明日も同じ23時から芸人が放送してますので、はい、ぜひ明日もお聴きください。はい、で、来週月曜日も、私のラジオもまた聞いてくださいね、皆さん。ということで、本日のゲストは。 上戸彩と、ヨモギ太郎でした。皆さんおやすみバイバイバイバーイ